はい、はい、こしこだ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。特別版ですね、今日は。今日ね、まあ例によって非常に宇宙も影響を込めてますね、まあ、だけど無観客だけど全くそれを感じさせない、三上ワールド、そうですね、宇宙でしたね、はい、非常に何か全然お客さんがね入れないにもかかわらず、全く、びくりともしないね。むしろね、豪快な顔を繰り出したというか、お客さんいない分気にすることなく、そうですね、ね、全開という感じで、もう時間関係なくロックバージョンで、もう乗ってましたよね。乗ってましたね。最後は質問コーナーの時で、そんなことは話さなくてもいいのに、フルバンに石を入れてるんですよ。あ、そういうようなニューヨークタイムですね。ジモティーのね。なるほどなるほどと、いろいろと想像しましたけども、はい、まあ、一番僕はダーンときたのはルチ将軍ですよ。あ、はい、ルチ将軍知ってました？知らないです、初めて聞いた。知らないんだけど。え、知らないですよ、知らないですよ、知らないです。だからね、思わず番組名も知らないです。プリプリ物語、思わず歴史上の中人物かなと思っちゃって。すごいですよね、コーナー、多分3分の2がプリプリ物語の話で、まあ伏線ありましたけどね。そうですね、ガッチャマンで、ガッチャマンで、そのあたりからねありましたけどね。僕もね、火の鳥のシドワンの、はいはいはい、記事はですね、結構僕も思わずいろんなこと思い出しちゃって、19歳の時に、ね、火の鳥じゃないけど、火の棒を見たっていうんですね。火の棒？火の棒。棒の空に火の棒が。へえ。その火の鳥だったらまあね、同じあれなんだけど、棒のようなオレンジ色の棒がこう縦に？よきにょきにょきって伸びてくるんだ。へえ。でね、それは本当不思議な体験で、当時僕あれですよ、洋画で新聞配ってたんですよ。うんうん、19歳。それでそこの時に前の日、先輩と、先輩も UFO が好きで、いや UFO は見たいよねって話してて、それでその夕刊の時に2人でちょうどその経路があるんですよ、うんうんうん、そこでたまたま先輩が通りかかって自分とクロスした、その時2人で見たみたいな。写真は撮んなかったんですか？写真とかスマホなんてそういう時代持ってないんですよ。なるほど。でなおかつそれが翌日の読売新聞に出たんですよ。へえ、調べるのあるんだ。あると思います。へえ、それ自分たち見たやつを、翌日配ったって、自分でね、自分で配ったって。撮ってない？いや撮ってないですね。だからまあ調べればもちろんね記録して、そうですね、それは休館に出たことは間違いない。日付を思い出しててください。そうですね、ね、あ、それかも、なんかコピーしてね。そうですね、一つのね、はい、面白いネタとしては。そうですね、それをムーに投稿していただいて。ああ、いいですね。僕の一つの UFO 絡みの青春ですね。なるほど。そうです、だって前日見たいねって言ってて、その翌日、はい、ね、クロスしつこい2人で行っちゃった。そうですね、なかなかありえないです。そうですね、はい。まあ、今回僕が面白かったのはやっぱりそのジョージ・アダムスキーの記事ですね。ああ、面白かったですね。これはすごい面白かったですね、うん。まあ、ジョージ・アダムスキーがなんかこう非常にそのインチキ扱いされてしまって、それでまあね、65年ぶりにその写真がまた浮上してきて、なかなかそのまだまだ続いてるぞみたいなところで。そうですね、アダムスキー派の人もね、いまだに議論が続いてるってことですよね、アダムスキー派がいるということですね、まあ、宇宙人に会った、宇宙人と会ってるっていうですね、1950年11月20日の写真ですね、あれなんかもね、僕の周りにですよ、宇宙人に会った時と3、4人ぐらいいますからね。本当にこれはまあですからね、非常にねいわゆる非常に身近な話とですね、なんとなく身につまされるような話ですね。非常に興味深く、はい、読ませていただきました。はい、でも今日あれですね、取り上げた記事みんな面白かったですね。面白かったですね。何かこうね、身近なこう距離感というかですね、プリプリ物語はじめ、そう、まあ量子コンピューターですか、はい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 、もう何かね、自分の息子も出しちゃったりとかしてね、今ちょっと研究で行き詰まったりとかして、
なんか、いやちょっとすいません、まずプライベートの話じゃないですけど、いらな話をしてしまいました。なるほど、時々ですね、変な話をして。怖いですね、でも量子コンピューターね、怖いですね。だけどもうあれ2039年には実現するっていう、あの政府の有識者会議ではそのようになんかね、ね、木村さんのカレン、地球のカレンダーのね、終わる年といい、なんかその辺がターニングポイントになりそうですね。かぶってる、ね、2030何年ね、うん、ちょっとこ の, あのシンコロも何かこうそういう気分雰囲気というかね、もう週末始まってるのかなって感じですよね。こ、ね、の間ちょっとあの知り合いのレッスンに行ったんですけど、はい、思わず聞かれました。第3次世界大戦ってもう始まったやつか。あ、まあ、そういうことで今日の、裏ネタのですね、まあ、裏テーマですか、はい、これはですね、真面目に言っちゃいますよ、はい、真面目に。これやっぱり高次元存在でしょう。高次元なんですか。高次元存在、存在、高次元存在、これを意識しなさいってことでしょうね。分かりました。だから一番はあれですよ、ほぼ、まあ、UFO ですよね、はい、UFO と宇宙人なんですけど、量子コンピューターだけは違うわけですよ。なるほど、超量子コンピューター。これはもうね、もう超あの高次元存在と言っちゃっていいんじゃないですかね。わかりました。ここはね、今日の今月の裏テーマは全然面白くも高次監督が、はい、決める、まあ、今月の裏テーマは、裏テーマはもう高次元存在意識して、シャレじゃないですよね。シャレじゃないですね。シャレは、非常にあのオーソドックス。なるほど、まさに。でもみこちゃんの面白いところありました。ありましたね。疑みこちゃんの疑いが入りましたね。何の疑い？オーソンの写真の時。あ、シーアダムスキー派ですね。これなんかあれ結構 ね、疑い入ると面白いよね。アダムスキーがやばいよね。思わずね、あの敵に回して三上さんに ね、うん、あのね、三上編集長にね、ローキック入れちゃった。ローキック入ってます、ね。いや、ほんまにがっつりその後あのバックドロップ3連発でレジ捨てられてましたね。まあまあしょうがないですよね。もうあの純粋な素朴な疑問なわけですよね。そうまあ、あの瞬間面白いですよ。そうですね、まあ、次回もやはりあの疑いを2、3回ぐらい入れてほしいですよ。そうですね、ちょっとね、まあ、あの非常に、まあ、オーソンちょっとあの面白いですね。面白いですね。金髪のね、あの65年ぶりにね、あのまた、ジョージ・アダムスキーが注目を浴びたということで、そうですね、なかなか死なないってことですね。ちょっとですね、じゃあそれ含め、はい、今月のムーチューブ何点でしょう。今日は一番めでたい点数をつけましょう、はい、88点なるほど、ね、このおまじないの、おまじないの、服着たるの、わかりました。末広がりで、末広がりです、はいはい、次はじゃあゲートの宣伝はいらないですか。あ、ゲートの宣伝いきましょう。まあ、でもおかげさまで本当にまだまだですね、はい、上映という炎が灯ってる状態ですからね、うん、本当にこれありがたいことですね。そうですね、はい、ね、あの来てくださった中で、うん、YouTube 見てますとかですね、工事コーナーで知りましたとかですね、そういうのはあるんですよね。いや本当なんですよ。嘘だね、嘘だね、本当ですって。どういう人だ、本当にこれ、いや本当なんですよ。いや、こう、いや、あの、この辺をね、コージーコーナーで知って、だから来ました。うん、これは、だからね、ありがたいですね。そうですね。はい。コージーコーナー見てた、ね、やってきてよかったな。よかった。そうですね。はい。まあ、ね、打ち切りにならなくてよかったかな。海外の人もね、はい、海外の方もね、コージーコーナー見てますって。そうですね。ね、はい。アイルランドでしたっけ。アイルランドですね。はい、で今月はですね、はい、恒例の、恒例かどうか分かんないですけど、はい、予測はやめまして、ああそうか、やめまして、はい、ちょっと、はい、一つ、イベント、イベント立ち上げたいと思います。どんなイベントですか。何かと申しますと、はい、先日ある、催しにですね、私スーツを着ていこうと思ったら、あれか、入らなかったんです。あれか、忘れてたと思ったんだけど、でね、痩せようかっていう話を、その、まあ、ご一緒にね、小泉さんも一緒にね、その催し参加されてて、あれ、冗談じゃないじゃないですよ、マジっすか。今月の、工事コーナーからスタートして年末の工事コーナーまでに痩せるイベント、イベント、イベント立ち上げました。でその
そうです。ダイエット企画。そんなのさ、言っとくけどさ、はい、そんなの誰も面白いと思わないんだけど。いいんです。いいの？いいんです。面白くなくても。そうなんです。でしかも誰も期待してないと思うし。ところがね、その痩せたいっていうふうに僕はそのイベント催しの時に行ったら賛同者が集まりまして。はい。まあまず僕が痩せます。で当然あの奥さんの強い推薦で浩司さんも参加します。で最近ちょっとお腹がぽってりか気になっているヒューマンキューブのリーダーも参加します、はい、あの髪の毛の長い方です、ね、そうですそうですちょっとビールパラらしいの、はい、で何よりも差し置いて無限城の店主が、はい、あのね、家族に強く痩せろって言われてるらしく、ね、今突き上げがあるらしくということで、あらま、うん、この我々が参加全員参加で、目標値を設定して、正直言ってあの一番多分苦手な、テーマなんですよね。だからこうね全国にさらして全世界に宣言して逃げられない退路を断って退路を断って、でちょうど今日なぜか偶然体重計があるらしいの、体重計の入場です。でーん、体重計入場。じゃあ服着て靴脱いでっていう条件にしましょう。裸服着て靴脱いでこれ入れといた方がいいです、うん、最初は重い方がいいですか。最初は重い方がいいです。まあでも一応これはズルだから。そうですね、そうですね。なんか思わず素直なやつおはようテラちゃん、じゃーんおはようテラちゃん。86.8 86.8 まあ87キロですね。じゃあ次僕行きます、はい、77キロ。75.4 はい次店主すごいな、これはまさかの3桁105。目標設定、はい、小路さん何キロは、さっき86だったんで、うん、70キロ台にしたいですね。70キロ台無理だから、80ぐらい、7キロはいいの、まあ、目標だから79キロそうですね、でいいですね。79キロぴったりぴったりでいいですね。分かりました。じゃあ僕は64キロにします。64キロ、はい、今から10キロですね。そうですね。いや、もっとです。12、3キロ。あ、12、3キロ、うん、リーダーえ63 さっきよりちょっと1キロ上げたね。ちょっとビビったね。じゃあ店主は88。すごいな。え、計測12月の何日？12月の工事コーナー。12月の第1週の金曜日。すごいな。頑張れ。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。はい。了解。面白い。そう。頑張るよ。あっさりと、あっさり了解して。じゃあその意気込みも込めて、はい、締めの言葉を。じゃあもう今日はねファミリーの方もいらっしゃってるし、はい、ね、下手なこと言えない。変なこと言っちゃいけない。うん、まず、うん、勉強やってる。なんだ。それはそうだよ。じゃあ最後減量やってますか。はい、OK です。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。これ半年後になんかやる中ね。